おはようございます。速稼塾の久保です。今日もね、久しぶりに暗号通貨ニュースをお届けしようと思います。トピックがいくつか届いてますので順番に読み上げていきますね。まずはね、速報でですね、韓国の中央銀行がデジタル通貨のパイロットプロジェクトを開始したということなんですよね。韓国銀行っていうのが韓国中央銀行にあるんですけども、日銀みたいなもんですよね。で、中央銀行デジタル通貨 CBDC のパイロットテストを2021年1月から12月の間で実施するというふうに発表したんで、まだまだなんですけども、1年後なんですけども、暗号通貨を中心とした流通体制が取られていくのかなというところでございます。これによってまたね、活発になっていけばいいですけどね。中国人民銀行 CBDC の開発は2020年のトッププライオリティということで、中国の方はもうね、今年から始まるそうなんですよ。中国と韓国の連携、そして北朝鮮はどうかなと思いますけども、こちらのね、アジア3国がどのように連携していくのかっていうところが、また暗号通貨市場に大きな刺激を与えていくんではないかと予想されます。こういうのを早めに掴んでおけば、暗号通貨に仕込み時っていうのが分かってくるわけですよね。もしくは離脱時っていうのが分かるわけですよね。はい。自主隔離によるゲーム需要が高まりすぎて、マイクロソフトのブロックチェーンフォームを圧迫ということでございます。マイクロソフトも暗号通貨に乗り出しているというところがあるんですけども、いまいちね、最近は乗り気ではないんですよね。その代わり暗号通貨ではなくて、ブロックチェーンってものは結構入ってるんですよ。だから暗号通貨ってのも我々はね、ちょっと目を奪われがちなんですけども、ブロックチェーンってシステムがすごいわけであって、暗号通貨ってのはブロックチェーンのね、ほんと1機能なんですよね。ほんの1機能なんですよ。ですから私たちはブロックチェーンっていうのを本当はね、意識しなければならないんですよ。暗号通貨っていうのはその余波として、副産物として私たちに利益をもたらしてくれる、便利さをもたらしてくれるものだということなんですよね。ここら辺をね、無視して ICO に参加するから、どれもこれもうまくいかないと。で、ICO の読み取り方っていうのは結局ね、ブロックチェーンがどのように入っているかってことが分からなければいけないんですよ。で、値上がりするからとかね、儲かるからみたいなところばかり、言葉が踊っている、その全てがですね、ブロックチェーンを無視した技術なんで、破綻していくってことなんですよね。これはね、2017年から18年、散々お伝えしてきたんですけども、私の放送を聞いても、それでも ICO に参加する方がいたのは、ちょっとね、私の言葉足らずだったところかなと思います。ICO は全てと言ってもいいくらい、全て水物だということですよね。ADA が唯一だったんじゃないですかね。反撃インパクト見極めで様子見、チャートは徐々に好転中ということでございます。仮想通貨市場、暗号通貨市場なんですけども、やっぱりね、この世界同時不況に見舞われて、暗号通貨を手放す方が多いんですよ。なぜかというと、やっぱり手元の現金を集めないといけないんで、暗号通貨っていうのは真っ先に、ね、切られるんですよね。で、そういったものを切って、自国通貨に変えたりね、円とかドルに変えることによって、円とかドルの需要が増して、その代わり暗号通貨っていうのは急激に値下がりするという形でございます。ただね、暗号通貨っていうのは、後進国にとってはものすごく安定通貨なんですよ。ですんで、買いの波がこれから入るというふうに私は思ってますんで、しっかりと仕込んでいくこともできるかなというところでございます。私の場合はね、 XRP の大量購入と ADA のホールドがありますんで、もうこれ以上は暗号通貨に儲かると思っても投じる必要はないかなと思ってますけどね。あと1件ぐらい言っておきましょうか。デリバティブ取引所 ビットメックスの累計ユーザーが16万人を突破。中国著名ビットコイン投資家が創立者であることも話題ということなんですけども、16万人の累計ユーザーっていうのは多いのかなと思うんですよね。あんまり多くはないんじゃないですかね。ただね、デリバティブの取引所ということなんで、デリバティブっていうのは金融派生商品なんですよ。ただビットコインとか暗号通貨そのものがデリバティブなんで、この表現は適当ではないのかなと私は思ってしまいますけども、皆さんいかがお感じでしょうか。デリバティブ取引所 BTC ビットエックス何のこと言ってんだっていうような方はちょっと暗号通貨あんまり買わない方がいいかもしれないですよね。こんなところですかね。今ね、ビットコインも7000ドル前に足踏みしてるんですよ。この7000ドルを超えると大きくテクニカル的には上昇するかなっていうところなんで、BTC 持たれてる方はね、今売りと買いが拮抗してるところというふうに考えていただいて、仕込むなら今ということじゃなくて、今仕込みが完了してれば、乗り遅れてはないかなというところですね。今ビットコインを買うのはちょっと危ないような気がしますね。揉み合ってるんでガンと下がる可能性があります。仕込み時はもうすでに終わったということなんではないかなと思いますね。はい、では本日は以上です。ありがとうございました。